はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコンです。今回でエリアゼロ向かっていきましょう。さて、どんな相手が出てくるか。古代ポケモンが出るらしいけどね。純伝説っぽい。まあ、帰り道っすね、ホームウェイ。多分知らんけど。え、合ってる？お、ついた。これボタンちゃう。一番困る相手やろうな、ボタンからしたら。はいはい。複雑複雑。さあ、着きましたでござるね。あー、でもボールとか持ってきてないけど大丈夫かな。はい、連れてきてるデマッチョ。イーブイ、ブイズじゃ飛べねえだろ、多分。飛べるんかな、ブイズ。まあ、いっか。とりあえず、行こう。行きまーす。あ、こうではライドできない。行きまーす。はい。え、4人乗れんの？ 4 人乗れんの？絶対重てえだろ。おお。
あれ？でも思った以上に綺麗なとこだね、エリアゼロ。なんか、ええとこっぽいけどな。そうでもないんかな？あ、あそこから降りてきたのか。いや、なんかそんな感じではないな。はいはい。出られない状態だったっていうことでいいのかな？ はいはいはい。何か所ね。はい。観測ユニットを、まあ解除しつつっていうふうな感じだね。で、ここでは古代ポケモンですね。僕はスカーレットなんで古代ポケモンが出てくると。いうふうな感じですね。まあ、まずはロック外していきましょうか。あ、ライドできないんだ。へえ。あ、でもここでも、あれあるんだね。レイドバトル。へえ。わ、すごい曲。いい曲だね。あ、何これ？何これ？誰？ってかどこに向かえばいいんだろう？とりあえず歩いてはいるんだけど、プライドに乗れねえからさ、長えのなんの。あった、これだね。出てきたな。さあ始めましょうか。お、2対1。毒化粧。オッケー、ナイス。これ倒したろ。仲悪いな。
さあ、この中入ったらあるかな。確かに。ではロックを外します。うんうん、これ休めれるんかな。あ、休めれる。よしよし、じゃあ次行きましょうか。さて、これはこっちで行くのか、まあ、とりあえず行ってみようか。さあ、多分またポケモン出てくるね。かわいい。こわっこわっ、こんなプリン嫌だわ。さあ、ジーバコイルちゃんいっといで。ラスターか、叫ぶ尻尾。OK。ああ、厄介だね。全回復しちゃうね、多分。まあでも眠ってる間に叩けばいいだけだから。おい。はい、オッケー。よしよしよし。さあ、入りましょうか。で、これが2つ目の観測場ですね。確かに、そう言われたら何なんだろう。なんか最初のポケモンっぽい。違うかな。だよね、古代ポケモンだもんね。
いやー、なんなん、意味深いやん。はい、了解です。了解。スカーレットブック。よし、じゃあ次行こうか。はい、着きました。オッケーオッケー。遠いな。そうやね、絶対なんか出てくる。出てきた。さあ行くぜ。任せろ。お、マスティフ。いいね、威嚇で下げていくからのハイドロポンプ。一発かーい。さあ、とりあえず入りましょうか。古来やからね。ミライドンか、それが。そういうわけじゃないんか。なんかミライドンとかそんな感じするよね。でも古代からって言ってたから、多分ミライドンではないんかな。まあ、引き続き行きましょうか。でかい洞窟がある。あれあれ、あいつ。まあいいや。ペパーがどっか行った。あ、来てた。怖いな。怖いよ怖いよ。プリンちゃんが、違うわ、なんとかの尻尾だっけ。どこ行けばいいんこれ。なんか、なんかイベントが起きた。すごいね。決勝だ。お前で落ちたらいかんの割や。
さあ行くぞよ。行くぞえ。とりあえず一番下まで行けばいいんだね。お、深まるやん。レベルなんぼ57、高っ。どいてくれどいてくれ、戦いたくねえんだ。さてお邪魔します。結晶化がしてんね。ん？何？何やり？何やり？怖い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 。怖っ。ん？何？なんか怖いんだけど怖いんだけど。はい、着きました。だいぶ迷子になったわ。なんか怪しいな。ああ、なるほどね。あ、ちょっと準備しようか。さすがに怖いもんね。ん？ああ、確かにな。頼むコライド、出てきてくれ。なんや。え、なんかおる。コライドンかな。なんかいる。え、なんかいたよね今。おお。コライドンがおる。
え、どうしたん？ちょっとどこ行ってたのよみたいな感じかな。出てきたー、出てきたームーマー。わあ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 。よし、任せろ、やっちゃうよ。お、お前か。またドラゴンで倒してやろう。ハイドラポンプだ、いけ。お、ドリルライナー、あんまり効いてない。はい、オッケー、素晴らしい。かわいい、かわいいな。あ、そういうバトルになるのね。なるほど、これギャラドスはちょっとやばいかもしれんな。なるほど、ちょっと入れ替えます。さすがにこれ怖いんで。オッケーオッケーオッケー、ナイス、ひるみ。オッケー、防御下げる、特防を下げてほしかった。あ、攻撃か、攻撃下げるんか、恥ずかしい。オッケー、じゃあ次、ペッパーと2人だ。こいつ強そうだよね、ムーマ的な。羽ばたく神、かっこいいね名前が。ぜひとも欲しいが、今は倒すことを専念しよう。多分悪だよね。フェアリーもありそう。あー、フェアリーありそう。うーわ、めっちゃ食らう。いい、頼む、ラスト。オッケー、ナイスナイスナイス。ラスターカノン。おお、お前の方が早いんか。耐えろ。オッケーオッケーオッケー。多分フェアリーありそうだもんな。おお、全然活躍の場がなかった。行くぞ、うちのポケモンも大丈夫。行くぞー。
えいえい、おお。どうした？ん？え？ロボット？スターボールじゃん。あ、そうなんや。誰？博士は？え？あ、ごめん、ちょっと早送りしてしまった。え？博士死んだんか？うわ、マジか。マジか。え？博士？あ、やっぱり。あ、だからあんまり会話せえへんかったんや。そうなんや。あ、そうなんや。へえ。そうなんや。ああ。最強の AI。わかった。最強の AI がまあいるわけやね。それを倒せばいいわけですよ。何これ？なんかあれだね、サイレンの世界観というのに。そんな感じで。なるほど。怖っ。ん？あ、お前が AI ってことか。あー、そういうこと。うわ、怖っ。ちょっと準備だけしよう。よし、行くか。起きます。どんなやつが来てもいい。さあ、 AI オーリム博士。
これが最後かな。戦おう。任せろ。最終決戦ですよ。うわ、ゾワゾワしてきた。いいね。高い高いとこからボール投げんな。さあ行くぜ。大文字外したげてくんな。やった。さあ、素晴らしい。ようやく当たった。これが現代の力です。素晴らしいでしょう。試練の火炎放射。竹ってあれだよね、キノコだよ、ね、全部マスターボールやん。出たキノコ。あ、ミスった。ダイモンジーにすればよかったな。あ、いいか。オッケー。痛い。めっちゃ食らうやん。めっちゃ食らった。絶対許さ、絶対許さ。ブスブス。インファイトよ。オッケー。おー、ゴリの敵は取らさせてもらう。帰れ帰れ。あー、あいつだね。プリンもどきだ。だったら鋼だね。さあ行くぜ。ラスターカノン。お、あ、抜群なんだ。ラスターカノン。さあもう一発。お、痛い。お互い効果抜群同士の戦いか。面白い。ラスターカノン。オッケー。これが確か、これはね、一応前もって見てるからね、何が出てくるか任せてくれ。砂の毛皮。こいつが雷と地面っぽいですね。電気地面ってめっちゃいいよ。見た目コイルやん。ああ惜しい。てえなあ。あれだね、ムーマだね、これは。ムーマはこいつで。
さあ来い、倒してやる。おお、マジフレ打ってきた。耐えた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 、危ない。ちょっと入れ替えたいな。じゃあ入れ替えるか。誰に入れ替える？誰？効かなさそうだな。ガブリアスで行こう。ガブリアス行くぞ。あ、なんだ。頑張れガブリアス。やっぱり撃ってきた。多分でこれはイマイチだから。よし、ここからだ。特攻下げたとこで、こっちはもう悲しい穴を掘ろう。うっうっ、やめて。いった、いいだろう。ラスボスにしてはいい戦いだ。オッケー、危ねえ。トドロクの月、なんかトドロク月、なんか初めて。あー、ドラゴンのやつか。なんやなんやなんや、なになに、高めんな。よいしょ、ドラゴンだったら効くはず。オッケーオッケーオッケー、あぶねー。駐車に入って助かった。よっしゃ、倒した。あ、来たんだ。何が起きる？え、何？何何？え、まだ終わりじゃないんか。え、何何？何何何何？ああ、そうだ、無理なんだ。やばい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 、ちょっと待って、もしかして
コライドン、いけるんちゃう？行け！お、強そう。お、戦うことになるとは。お、強そう。さあ行くぜ。アクセルブレイク。おこですよ、こっちは。頑張れコライド。やっぱりちょっとこのタイプっぽいよ。でもあれだね、多分やっぱりね、ほら、やっぱりあれだ、アクセルブレーキ。オッケー。ビルドアップ、あ、技が違うんだ俺と。なるほど、それはいい。あともうちょいで半分。よし、挑発も解けた。倒してやる。お、ギガインパクト。はあ、耐えたマジか。悲しませまいと捉えた。どうすればいいん、ここから。やれるやれるぞ。やったれ、見せたれ。攻撃力上がった。これ多分バッグアイテム使ったらやばいよ。さすがにやばいもん。あ、回復せんでよかったよし、テラスタルで決めちゃえ。任せろ。さらに攻撃力が上がっていく。全部上がるよ、全部上がるよ。時は満ちた。さあ倒すぜ。テラバーストだ。ドラゴンタイプの技になる。オッケー、倒した。
悲しいね。ありがとう。せやな。あ、でもなんかストーリー的にめちゃくちゃ良かったな。まあその感想は後で。帰ろ。帰りましょう。私たちの家に。行くぞ。はい、てな感じで、ありがとうございました、ポケモンスカーレット&バイオレットですね、スカーレットバイオレットをやらさせてもらったんですけども、まあすごい楽しくて、ストーリーも結構まあ深いなっていう感じはしました。ストーリーとしてはすごい楽しめたかなと思います。で、出るポケモンも多くて、まあ僕自身、まあ、細かいところに関しては不満はあるかもしれないですけど、僕自身まあそれ以上にまああのいい点っていうのが上回ってて、まあこのゲーム自体はすごい良かったかなとすごい感じました。で、イベントもいっぱいあるので、まあそれに対してね、この後日12月頭ぐらいかな、リザードン、最強リザードンとかあるので、まあそれに備えてね、今後はやっていこうかなと思ってます。まだ他にもね、最強学園だっけ、なんかいろいろイベントあるらしいんですけど、まあその辺は多分動画にはしないかな、まあ、個人的にやらさせてもらって、まあ、レベル上げさせてもらって、まあ、リザードンに挑んでいこうかなと思ってますんでね。なったリザードンの方はね、動画にすると思いますが、皆さんぜひご視聴の方よろしくお願いします。てな感じでご視聴ありがとうございました。このゲーム見て、この動画見て買おうかなと思った方はぜひね、ちょっとまたこう検討してみてくださって、まあ、ポケモン好きだったら結構満足するゲームかなと思いますんで、皆さんぜひね、はい、僕もプレイしてるんで、みんなで楽しめれたらなと思います。それじゃあまた皆さん、バイチャー。
なんだなんだ。あ、とりあえず校長室まで行こう。マスターボール。やった。はい、頑張ります。うん。そやな。悲しいだろうね。単位足りてない。言うて俺も出席してないけどな。あ、これが最強大会かな多分。手伝います。はいはい。わかりました。なんやなんやなんや。